お疲れ様です今回は不法です。私も特に大ファンだったってわけではないんですけども、この顔に見覚えがある方も結構いらっしゃるんじゃないですか。あの、令和の虎の岩井義明さんとお呼びすればいいですかね。えー、ステージ4の肺がんだったということですけども、65歳というね、若すぎる、まあ、旅立ちといいますかね、お亡くなりになったということでございます。いやあの 令和の虎の前の、ほら、マネーの虎ってあったでしょ。あそこで結構私はね、この方の動画を見ることが多かった。そして、マネーの虎のオンタイムで放送中も、もうものすごく面白くってね、あの番組よく見てたんですけども、いや、おそらく、こういった実業界で成功されて有名になってね、お金もじゃんじゃん稼いだであろう、岩井先生でも、 先生と呼ばせてもらいますけどもね。まあ、病には勝てずに全てを残して裸でね、旅立っていくということで、昔の言葉を思い出します。人間は生まれた時も何も持たずに生まれてくる。死ぬ時も何も持たずに旅立っていくということで、まさに裸一貫っていうね、まあそんな言葉がふさわしいんではなかろうかと思う 実業家の岩井義明さんですね。肌裸一貫から始めて多くのものを携えて、そして最後に手放していく。まあなんとも寂しいことではないですかあ。でもこの岩井さんの動画ってのはこれからも多くの方に数万回、数十万回、数百万回と再生されるでしょうね。そしてたくさんの私たち日本人に新しく諦めるなと。 うん、チャレンジをしろという、まあ、そんな精神力を残してくれるんではなかろうかと思います。公式サイトでは、このように書かれてますね。65歳で永眠と。うーん。はい。えー、岩井氏は8月1日、X で、私どうも最近体調が優れないなと思っていたのですが、結論、肺がんでした。どうやら結構進行しているようで、他の臓器にも転移しているようですと。 肺がんを患っていることを告白していたということですね足元では自らの体に病が迫っていること、まあ、これをね、えー、気づくことなく、まあ、ここまできてしまったということですけども多くの人生を多くの方の人生をね多分救ってきたんじゃないかなと思いますけどもね岩井さんのあ本当にお亡くなりに対してお悔やみを申し上げたい、まあ、そんなところでございました 作家。